サムスン、輸出規制でパニックに。現在、韓国のサムスンが、日本政府による韓国に対する輸出規制の強化について、対象となった復活水素などの在庫の確保に成功したと発表したり、またそれを取り消したりと、現在、情報が錯綜してしまっております。こちら、 日本のマスコミ、例えば G 通信などは、日本の素材メーカーからの迂回輸入で合意したんじゃないかと報じたりしておりますけども、そもそもこういった迂回輸入は、まあ、現時点ではグレーでございますが、韓国が正式にホワイト国から除外されますと、こういった迂回輸入も不正輸出ということで、 禁止されます。今回、サムスンがどういった意図でこのようなおかしな情報を流しているのか。市場を、株式市場を、な、ま、ん、あ、とか安心させようと、情報操作を行おうとしている可能性もございますが、こちら、現在、半導体の製造に必要な復活水素などは非常にですね、 高純度なものが必要とされており、こちら、分子単位の純度が要求され、ほんの少しでもですね、不純物が入っていれば、半導体の製造に使えない、そういったレベルになっており、そのような非常に高純度なフッ化水素を日本以外から確保することは、 実情不可能だと見られております今後サムスンがどういった対応を取るのか分かりませんが日本政府にはサムスンが日本の規制逃れ規制違反を起こすことがないように徹底的に監視をしていただきまた日本国内のフッ化水素などの製造メーカーに対してもそのような事態が事件が起きないように 対応を求めていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました